ここから大発見、ここから大革新、ドアの向こうは世界を変える研究室。本日の研究テーマは、細胞の運命を握るナノコアの謎に迫る。人の体には2万から5万種類ものタンパク質があることご存知ですか？リチャード・オング先生は中でもがんのことをもっと知るために小さなタンパク質に注目して研究しています。細胞の中にある核を覆う核膜には核膜包というとても小さな穴が開いています。核膜包はタンパク質が集まってできたもので、細胞質と核の間を物質が通る時の唯一の通り道です。なるほど。角膜孔とがんはどう関係するんですか？角膜孔は核の内外に物質を通するか通さないかを選択することで、生命現象に関わる膨大な情報をコントロールしています。がん細胞においても角膜孔ががんの増殖や転移に関わる情報を通することでがんの進行に関わっています。角膜孔はまるで核の門番ですね。はい、角膜孔はナノポアとも呼ぶのですが、その名前の通り直径およそ100ナノメーターほどの非常に小さなものです。私たちは世界最速の原子間力顕微鏡を使ってその動きを撮影することに世界で初めて成功しました。このナノポアの動きの特徴を分析すると、がんなどの病気の解明につながる可能性があるんです。ウォング先生は医学などの臨床分野の研究者と連携を取りながら、今後も生命現象の謎を明らかにしていくことでしょう。では最後に先生の研究ポリシーを聞かせてください。小さな分子が持つ大きな謎に大きな情熱で世代を超えて共に挑戦する。金沢大学は世界をリードする先進的独創的な研究に取り組み、多様な分野で最先端の研究を進める異分野融合を推進することで、革新的な研究成果を生み出す世界に輝く研究大学を目指しています。イノベーションはここから始まる。